皆さんこんにちは。それからお買い上げいただいた方、本当にありがとうございます。ケイガンモーターの開墾からですね、簡単な使い方について説明をさせていただきます。それではアングルを変えて説明を開始します。これがケイガンモーターです。でこちらがクラウドファンディング特典のターンテーブルとなっております。ケイガンモーターを開墾します。まずですね、リードミーファーストという紙がありますので、こちらの安全上の注意等が書かれていますので、よくお読みください。あとですね、この中にこちらのサイトですね、 QR コードの書いているサイトが説明書サイトになっていますので、こちらも合わせてご覧ください。こちらに書いてます内容で今回簡単な使い方までをお伝えいたします。あとこちらの囲われた箱なんですけれども、この中にですね、まず USB Type C ケーブルですね、 Type A から C に変換する、これは電源ケーブルになります。ケイガンモーターに電力を供給するときにお使いいただきます。お持ちのモバイルバッテリーや USB アダプターからこちらに電力、こちらで電力を供給します。それからですね、こちらシリアルナンバーカードです。これはですね、こちらに番号が書いてますので保証等の際に必要になりますので保管ください。それでこちらがケイガンモーター本体になります。これはですね、上カバーといってマグネットで取り外しが可能になっています。こちらは単体をお買いいただいたお客さんの状態なんですけれども、こちらカメラキットを買っていただいたお客さんには、このカメラキットカメラアダプターキットの上とですね、下がついてきますので、こちらこのようにケイガンモーターにくっついた状態ですね。でビスで止められて、こちらのビスで止められて納入出荷されますので、その場合にはですね、すいませんが、こちらの六角レンチの3ミリサイズのものを用意していただいて取り外しをお願いします。それからですね、こちら単体のお客さんも共通なんですけれども、六角レンチの2ミリメートル、これも用意していただいてですね、このドーナツ状のプレート、これを固定板と言いますけれども、これを外してください。これを外すことによってターンテーブル等をつけることができます。このまま使う場合には平たいものをつける場合に使ってください。それではこれ外してみますね。4箇所のビスを外すことによってこのドーナツ状のプレートが外れてきます。これですね、これが取り付け板です。これがケイガンモーター本体になりますね。そしてこのターンテーブルをこうつけてみましょう。ターンテーブルもマグネットですので、このように簡単につけることができます。これですね、はい。それではソフトウェアですね、このモーター本体のファームウェアのアップデートのこと、それからこのモーターを動かすためのケイガンコアというアプリのことについて説明をさせていただきます。それではモーター本体のファームアップについて説明をさせていただきます。まずモーター本体に電力を供給してみます。こちらの付属品のタイプ C ケーブルのこの USB タイプ C の小さい側ですね、こちらをこのポート、こちらの背面のボタンの背面のポートに挿していただくと、このように挿していただきます。そして片側をお手持ちの USB アダプターか、もしくはこのモバイルバッテリー、どんなものでも結構ですけども挿してください。ただしですね、ケイガンモーター本来の能力を発揮するためには 2.1 アンペア以上の出力があるバッテリーやアダプターを使ってくださいね。はい、これでケイガンモーター本体に電力が供給されました。これによってですね、この辺の LED ですねがこのようにゆっくり光ることになります。これを確認して、電源が入っているなということが分かります。それではファームウェアのアップデート方法をお伝えします。こちらケイガンモーターのドキュメントサイトになってますね。
まずこちら、アクセスしていただいて、ですね、こちらの、ファームウェアのアップデート方法というところ、こちらをタップしていただきます。iPhone のお客さんも、Android のお客様も、共通です。こちらに、ファームウェアのアップデート方法の動画がありますけれども、この1番から説明します。まず NRF ツールボックスというアプリをインストールしてください。 iPhone のお客さんはこちら、 Android のお客さんはこちらです。タップしていただくとダウンロードサイトに飛びます。こちらからですね、NRF ツールボックスを今開くになってますけども、ダウンロードするようなマークがありますので、これを押してダウンロードしていただくと、これが事前準備となります。そして2番ですね、モーター本体の3つ並んでいるボタン、この丸い、これが記録ボタンですね。で、左からですけども記録ボタン、それから四角い停止ボタン、そして三角の再生ボタンです。この三角の再生ボタンですね、これを押しながら丸い記録ボタンを2秒以上押します。それから丸いボタンを先に離して三角ボタンを手放します。こうすることによってモーター本体がファームウェアアップデートの専用モード、ブートローダーモードというモードになります。これでモーターは準備完了です。その後ですね、ファームウェアを直接スマートフォンやタブレットにダウンロードします。これがファームウェアのダウンロードリンクになるんですけど、これをタップしていただきますと、この ZIP ファイルはダウンロードできるところに飛びますので、ダウンロードを押します。そうすると、次へ開くというも、のが下に表示されますので、これを押していただくとですね、このようにインストールしているアプリの一覧から、この NRF ツールボックス、これですね、これが選べますので、これをタップします。そうすると NRF ツールボックスが起動しますので、これで、ファームアップができます。このセレクトデバイスというボタンを押しますと、こちらのですね、モーターが正常にブートローダーモードになっている場合のみに KM-1DFU もしくは DFU という名前が入った名前が出ます。この状態の時にこれをタップします。そうしますと、ファームウェアのアップデートの準備が開始、できました。そこからですね、このアップロードというボタンを押します。このボタンですね。そうしますと 0% から始まってアップロードが開始されます。はい、これでアップデートが完了しました。アップロードコンプリートという表示を確認してください。これで自動的にモーターが再起動がかかって通常モードになりますので、通常通りお使いいただけますと。それではモーターを動かすためのケーガンコアというアプリをダウンロードしていきます。iPhone の方はですね、この App Store というこのアイコンをタップしていただくと、ダウンロードの検索画面で行っていただくと、ケーガンコアというアプリを検索できますので、ここにケーガンコアと打ってください。ケーガンでも大丈夫です。そうすると絞り込まれますので、ケーガンコアをタップします。そうしますとこれをダウンロードできます。無料です。ダウンロードしますとホーム画面にケーガンコアのマークが現れますので、しばらくお待ちください。はい、開くを押すとアプリが立ち上がります。そうしますとアプリが起動します。この状態で今ペアリングタブと、ペアリングという名前のタブからスタートしてますけれども、左上のスキャンボタンを押してください。そうしますと周りにあるケーガンモーターが検索されますので、この状態でケーガンモーターのこの KM1 というセルをタップします。そうしますとモーターとそれから iPhone がつながります。この状態でですね、エディットというこのタブをタップします。そうしますとモーターが一つ左上に表示されていると思いますので、これをタップしてください。そしてちょっとだけ下にスクロールしていただくと、英語でですね、Run at Velocity というこのタブが現れますので、この下にあるスライダー、このゲージを右にスライドさせてください。そうしますとモーターが回り出しますね。この状態を確認してください。なお、このモーターにですね、カメラ等を接続されている場合には非常に高速に回転する場合がありますので、ご注意ください。このテキストフィールドにそのまま1と
例えば1という数字を打つと指定の速度で回り始めます。それからこの下側のハードストップのところのセンドというボタンを押すとモーターが停止します。なおセッティングのタブ、このタブですね、ここから言語を変更することができます。このラングエッジのところから JA というのを選んでいただくと日本語に変わりますのでお試しください。アプリなしでも軽眼モーターをお使いいただけます。モーターを単体で動作させる方法、すなわちダイレクトティーチングの方法について説明をさせていただきます。まずモーターを回すためにこの上カバーというのを取ってください。そしてこのですね、丸いボタンがあります。これが記録ボタンなんですけども、これを押していただくと白いインジケーターが点滅するかもしれません。これはですね、メモリにすでに記録されているという意味でして、もう一度押していただくと、丸いボタンを押していただくとメモリを消去することができます。そうすると赤い点滅状態になりますので、もう一度丸い赤いボタンを押していただきますと記録が始まります。押します。これ赤く点灯した状態でこのモーターをこう回してみますね。そうしますと記録がされます。この四角い停止ボタンを押します。そうすると記録が完了します。この状態で三角のボタンですね、これが再生ボタンになりますけれども、これを押すと記録の開始地点にモーターが移動しますので、この開始が完了した時点でこの三角の再生ボタンをもう一度押していただくと先ほど記録した動作が開始されます。このような形ですね。はい、これでダイレクトティーチングとそれから再生の動作が完了しました。